皆さんハロハロー。昼間のゲリラ配信、お元気そうさでしょうか。そしてね、やっぱり自分で決めるっていう日から面白い現象が起きていて、とっても面白いですよ。今その状態じゃないからって絶対自分のこと絶対責めないでくださいね。これ非難とか否定して喋ってるわけではなく、そういう今なんか現象が起き始めてるっていうののシェアなんで、決めるっていう配信以降あれなんですよ。ハッピーちゃんの意識の中ってこういう状態じゃないですかっていう、私の意識に興味を持って研究し始めてくれてるような内容がめちゃくちゃ来るようになったの。それって何かって言ったら、もう自分で決めるって、私が決めるってなったから、だから自分がもう要は正解じゃん、自分が正しい道、自分だけの正しい道ってのもなったから、結局じゃあその自分の道を作り上げるにあたって、この人の意識状態ってどうなってるんやろっていうところに着目し始めて、私の頭の中の研究をし始めてくれてる人が増えたのよね。でも自分が決めるっていうのがないと、私の喋っているとかやっていることにフォーカスが当たるから、どれをやったら正解なのかっていう風になるんよね。だからどうやったらいいですかっていう質問になりがちなんだけど、自分で決めるってなると結局私が正解になるから、ハッピーちゃんの頭の中ってこうなってんじゃねっていう、もうそのね、ラインがめっちゃ来るようになった。え、もしかしてみたいな、こんな意識でいませんとか、え、こういう状態でやってますよねみたいなとか。で、考え方じゃないよね。どういう意識かなんですよ、大事なのって。別に考え方は何でもいいんですよ。どういう意識でその人が存在として、どういう意識で君臨してるかっていうのが大事だよね。そう、だから私が喋る内容って全部意識の話しかしてないんですよ。リラックスっていうリラックス状態の意識とか、そうですね、思考回路じゃなくてもっと根っこなんですよ。そう、だからベローンっていうのをなんか取り違えてました。で、取り違ってていいんだけど、なんで腑に落ちてないのに取り入れてるかって、結局またこれもさ、デロンってしてたらいいことあるんでしょっていう、デロンっていう言葉にこれもさ、のっかかってるからそういうことが起きるわけで、腑に落ちてないんだったら、やっちゃいけんでしょ。なんでじゃあ腑にも落ちてないのにやるのって言ったら、腑に落ちてなくてもデロンってやってたらいいことあるんでしょっていうことですよね。で、その、何々やってたらいいことあるとかないから、もう。もう、目覚ましてよ、本当に。自分で決めるんだって。シンクロニシティのサインも全部自分で決めるの。星読みだって自分で決めるの。満月の意味だって自分で決めるの、もう。自分で決める。だから、カラスが、もう、黒なのに白って言っちゃってもいいんですよ。自分がそう思うんであれば、もう。そのぐらい、自分で、こうだって、もう、思ったら力強く決めちゃえばいいね。そしたら本当に外に正解が何にもなくなるから、結局どうやったら正解なのかっていう自分の中の意識がなくなって、どうやったら自分の道がもっと楽しくなるか、人の意識をちょっと覗きに行かしてもらおうみたいな感じになる。そうです、それがデータです。こうだって決めてまた違ってたら、それを変えてもいいんだもんね。そう、変えたらいいんですよ。カラスが黒なのに白って言い始めて、白ってずっと言って、もう私の道だって言ってて、途中でもし黒、やっぱ黒だなと思ったら変えてもいいじゃないですか。もうそれ自分で決める。おずさん、いい気分でいなさい。バイ・エイブラハムやりたい。いい気分でいるっていう、自分で決めて自分で選べるってなったらいい気分ですよ。だってソースと同じ視点だもん、これ。さとこさん、腑に落ちてないことはやっちゃいけないんだ。腑に落ちなくて、でも行動するも、これでやってやるって自分で決めるんだったら、もうそれは自分の正解ですね。でもさっき言ったのは、デローンってやってたらいいことあるんでしょ、それが正解でしょっていう、この感じはもう本当にやめていこう。何々やってたらうまくいくとか、何々やってたら幸せになれるってマジでないです、マジでないです。そうです、もう正解を自分で決めちゃうんですよ。もう役年も決めちゃうの、自分で。
運がいい年も自分で決めちゃうの。保証が欲しいんだよね。だから〇〇正解でしょってやりがち。あきこさん、そうなんですよ。ないですから、もう人生に保証なんてない。いや、決めるってすごいですよ。いや、もうあの決めるのパワーを分かった方たちが、もう本当に今までそんな質問一回も来なかったのに、ハッピーちゃんってそういう意識だよねとか、こういう意識で行動してないとか、そういうインタビューが来るようになった。本当に。そうすると、あの、この人が正解っていう見方をそもそもしてないから、自分の道で、あの、楽しく生きるためにこの人の頭の中どうなってるのか研究しようみたいな感じで質問してきてるから、あ、やっぱりとか、あとは返したことに対して、なんかもっとその、なんていうかな、正解を求める質問の仕方じゃなくて、え、これってどういうこと、なんか探ってくる感じ、なんか探っていく感じの内容になってる。ユーミズさん、期待とか不安を拭うためじゃなくて純粋な好奇心。あ、ほんとそうです。私が決めるっていう状態で、あの、インタビューされるんで、こうやったらうまくいきますかっていうような全然質問ではなくて、あの、ほんと知的好奇心みたいな、え、こういう時の頭の中こうなってませんみたいな感じ。私も自分が良くする聞き方だから、人に。え、リサさん、なんか力が湧いてくる。湧いてくるでしょ。え、全部自分で決めちゃえるんだよ。結果に対しての捉え方はどんな感じですか、ルミさん。え、どうなったって、どうなったって最高しかないっていう状態でいますね。なんかそれがたとえ人間界で悪いって言われるような出来事でも、自分で決めたことで、起きたことならば、ソースが私をね、苦しめるわけがないっていう力強い信念があるんで。だからもう悪い結果とかいい結果とかも、なんかその、どうでもいい、どっちでもいいんですよ。なんていうか、自分で決めて道を進んでるっていう感覚が、内側から湧き上がってくる、この感覚が私はすごい大事だと思ってるんで。だから、なんかこういう、サインが来たら、こうなんじゃないか、とか、え、その時自分でもシンクロニシティのサインとかも決めちゃえばいいよ、自分で意味付けなんて。え、私が今こうやって決めたからこう、みたいな。もうカラスは白だから白みたいな。で、それで進んでみてください。別に、なんか、何か起きてもその力強さだったら、なんか人が、よくそんなこと起きてもなんかケロッとしてられるねっていう出来事すら、その力強さがあるとケロッとしてられちゃうんよ、別に。シンクロの意味なんで自分で決めちゃえばいいよ。自分で決めた。え、やったらいいことあるんでしょって思う人もいるかもと思ったんで、今回ですっきり。いいことを起こすために自分で決めるわけじゃなくて、自分で決めるっていうのが、生きる意味です。生きる楽しさです。もう意味なんて、もう、意味なんていつも自分で結局決めてるよね。無意識だろうと、意識的だろうと。で、結局自分で意味付けしちゃってるんだから。え、だから、なんかの枠にはまってビクビクしながら意味をつけるんじゃなくて、もう自分がそうな、と思ったんだったら、もうこれ、もう今はこれ、みたいな。もう決めてるの、私これでいいの、みたいな。そして次の瞬間歩いて違ったんだったら、あの、また帰ればいいじゃん、その時に。いや、例えば、てか去年かな。ソースチャンネル始まる前ぐらいかな。なんかその、シンクロニシティのサインみたいなの。なんか自分の中で、なんかまだ、ここまで、ガツみたいな、なってなかった時、こう決断することに対して、結局決めるんだけど自分で。なんかこう、大丈夫かなみたいな。でも決めるんだけど、そういう時にね、そのちょっとした迷いの時に救急車とか通ったりすると、なんか、え、警告サインとかなりがちやないこれ。自分がさ、すっげえ大きい決断しようとしてて、結局やるし、もう決めてるんだけど、でもなんか、あの、大きい決断だから大丈夫かなみたいな。怖いみたいな。なんかその時に救急車目の前とか通ってサイレン鳴ったりすると、うわ、やめた方がいいっていう警告のサインかもとかならないこれ。で、その時に私目覚めたんよね。あ、待ってみたいな。やばい。もうシンクロニシティのサインに振り回されとると思って。この救急車のサイレンのなんかあの意味とか、いや、いいもんだったら自分で決めればいいけど、なんでそんなんでビクビクさせなあかんねんって思って。振り払ったね。関係ねえわと思って。
え、そしたら、なんか、それのおかげで逆に腹が据わって、え、もう、どっちみちやるんだから、決めよう、みたいな感じになった。だから、自分にとって後押しとか、なんかこう、気分が良くなるような意味をつけれるんだったら、それはシンクロニシティのサインで、自分でパワフルに、なんかこう、そうしていけばいいし、でもそれもちょっとあれかもね。なんか、このサインがあったから、なんか大丈夫な、はずだ。まあ一歩の後押しにはなるけど、なんかそれも振り回されんとってほしいけどね。救急車サインはありましたね。私あの時にあーってなりましたよ。ドンさん、サインに責任を押し付けがちだったかも。これもちょっとあるあるっぽいよね。いや、なんかこうやめとけっていうサインかもとか、あとそのいけるっていうサインかもみたいな、まあどっちにしろそのサインに寄っかかっちゃってるね。でこれは後押しされてるって、もう私が決めたんだってやっちゃえば、もうまあ多分何が起きてもケロッとして多分進めると思う。あけみさん、サインよりまず自分の気持ち、ソースがついてると思うと強い気持ちになるわ。なるよね。あ、演じるナンバーも囚われがちだよね。これもいい風に左右すればいいけどね、自分の中でね。あ、よし、888が次来たらもう絶対やるんだみたいな、よっしゃ来たから決めたみたいな、そういう使い方だったらなんかすごいパワフルで創造的な感じになると思う。ダメ男も自分がいい男と決めたらそうなんだ。そうなんですよ。結局誰からか見たらダメ男だし、誰からか見たらいい男だし、もうそんな人の視点なんて千差万別なんで、自分が決めればいい。自分がいい男と思ったらいい男です。私の視点からしか見れないですもんね、みんなそれぞれ。他にどんな不真面目なこと考えてる？今進めてるプロジェクトも一個一個全部もうなんか総括して、え、何もなくなったってもういいっていう感じでいつも進んでる。形になろうとならんくてもなんか、え、本当にもなんかこう何もしなくても別に、投げやりって言われたらなんか投げやりかもね、意識は。なんかどうにでもなるしみたいな。え、そう、もちろん化粧品も、今進めてる内装のやつも、全部全部全部そんな感じ。え、だって全部あるんだよ。存在がもう全部あるっていう状態なんだから、あとはなんかおまけの遊び、なんですよ。だからその遊びが、どういう展開で、やめようと、なんでもいいかな、みたいな。お金回らなくなる不安はないの。お金が回んなくなった時に、考えればいいかなって思って実際あの私2017年3000万あのショートしちゃって、支払い期日なのに払えなかったことありますから、その直前まで何にも考えてなかった、ね、でもういよいよ本当にもうマジまずいっていう時に、さあどうするってなってはるちゃんに借りた。起きた時に考えるみなしろさん、本当に全部あるを信頼してるんですね。あ、本当にそれでいます。あの頭の中が本当に、みんなね、私のやってることとか行動はあのそれぞれ個性があるから全然当てはまらないと思うんですよね。行動自体はあの同じ型の人って、そうそう多分気質が一緒じゃないと似たようなもんならないから、元に私の頭の中に興味持って研究してもらうといいと思いますね、本当に。意識はみんな、やっぱりか、あの、繋がってる部分だから、行動とか、やり方はさ、人それぞれだけど、深いこの核の部分はみんな繋がってるから、こっちのデータを取ってってもらった方がいいと思いますね。こっちに興味を持ってもらった方が。12月31日にそうです、配信した全部あるっていう、意識の中で、生きています。行動はね、人それぞれ個性で違う、全然違うから、行動はね真似しない方がいいね。真似したくてもできないよ。一昼一夜で私もこうソースの意識みたいな、あのこれ新しいなんか概念になるんじゃなくて元に戻るっていうことですからね。もともとみんな無限にあるっていうこの意識状態が本当はナチュラル、自然な状態で、いろんな地球の常識がバーってひっついてるから、今忘れているだけ。それを
思い出す。みんなでももともとこうなわけですよ。無限豊かさ、想像。まあわからないことは必要ない情報だから今の自分に置いておく。そして何々したらうまくいく、何々のサインは従ったらうまくいく、もう全部これちょっとやめていきませんか。自分で決める、決める自由が自分にはある。そして決めた後にその自分の道の答えを変えるという決める選択をするのも自分が決めちゃえばいい。隅々まで自分で決める。逃げれる、やめれる、決めれる、自由、最高じゃない。逃げれる、やめれる、決めれる、自由ってもうこの最高じゃないですか。これ自由がいいよね。頭の中をそうしてあげてください。逃げれる、やめれる、決めれる、全部自由だってやっちゃうと緩む。緩んだ状態で次のアクション行動をどうするかですね。緩んだ先にどうするか、ソースが教えてくれます。あなたの本当の自分、ソースが緩んだ先になんか教えてくれるよ。本当にやめるのか、それとも実際自由を手にしたらやっぱりこれはやりたいってパワフルさが出てくるのか、まあ、どっちの選択しても自分で決めるパワーがあるから、どっち進んでも正解。皆さんまた。じゃあねー。